こんにちは、ひなです。トマトカレーリニューアルします。去年作ったトマトカレーはおかげさまで完売。前回はトマトカレーらしさを追求する目的もあってトマトの形を残したんですが、今回は完全にルーに混ぜることにしました。千狩り農場で作るトマトカレーの元々のコンセプトは誰にでも美味しく食べてもらえるようにするというものでした。トマトカレーだからトマトらしさを見た目や食感でも表現したい。でもそれだとトマトが苦手な人には受け入れてもらいにくいかも。ということで原点に立ち返って一からレシピを見直しました。前回はトマトを強調するためにジャガイモや人参を小さくしていたんですが、それをゴロッと大きく、ルーの粘り気や風味も試作を重ねて改良しました。そして製造の方法も再検討。前回はトマト全量を一気に完熟させて加工会社さんに運んでカレーにしてもらいました。でもこれだとリスクが高くて、調整に失敗すると計画全体が中止になってしまう可能性もありました。同じタイミングで完熟させられる量にも限りがあるので、あまりたくさん作ることもできなかったりしました。そこで今回は数回に分けて完熟させて、その度に近くの加工会社さんで瓶詰め、それをストックしておいて最後にカレーを作る加工会社さんに送ることにしました。これなら1回くらい挑戦に失敗してもなんとかなりますし、たくさんカレーにすることもできます。ということで、さらに美味しく進化したトマトカレー、冬込みで頒布します。千狩り農場のトマトたちがどんな味になったか、ぜひ確かめてみてください。それでは。